北大島です。そうですね、僕は当時、まだ、発表される前ですけど、林海蔵監督の映像探偵社というところに出入りさせていただいてて、ある時海蔵さんに EAT を機材を台湾まで持って行ってくれと突然言われまして、で 何のことやら分からなくて、行けば分かるからということで、僕はそれを持って、機材を持って台湾に行ったんですね。でそこで、行った先がエドワード・ヤンの、映画を制作している現場で、そこで使うための DAT だったということが後に分かるんですけど、その時行った時にユウさんっていうプロデューサーがいて、いろいろこう手厚く歓迎してくれて、映画の現場やってるから見るかみたいなこと言って見せていただいてたのが、空輪地少年殺人事件の現場だったということが、その翌年に分かるというですね。でその時は分からなくて、ただ持って行って、なんかそこでなんかこう録音部なのかと間違えられて、マイク持たされる、そう、持たされたわけですけど、とかしたりとか。でちょうどその翌年91年ですね、東京国際映画祭で、エドワード・ヤンの新作が、コンペティションに入ったよっていうことで、で海蔵さんと一緒に、ちょっとその映画見に行こうよって言って東京国際映画祭に行ってみた。でいやもうとんでもない衝撃で、始まって1時間ぐらいするぐらいかな、もうその頃から心の中でやべえって思うぐらい、もう冷や汗が出るような、自分があんなものに一瞬でも触れてるものだから、余計この映画がとんでもないものになってるっていうか、こんなものを作ってたんだっていう、全てにおいて恐ろしいっていうか、もちろん素晴らしいもので、僕にとっては後にもうこれはもう明らかに原風景になってる、映画という原風景がグリーンチェの風景の中にあるっていうか、現場も含めてですけどね。だそういう素晴らしい映画になっていたし、僕にとってはこうもう唯一無二の作品というか、恐ろしい映画ですね。多分映画監督が現存する、たくさんの映画監督がいるんですけど、その映画監督によっておいてこの一本が撮れるか撮れないかっていうのはあると思うんですよ。でそのこの一本が撮れたんですね、エドワード・ヤンは、この空輪地少年殺人事件で、評価されている監督でもこの一本が撮れてない人はいると思うんですけど、もう確実に映画史に残る素晴らしい映画だったなと。長い映画だったんですけど、あっという間に見たというか、で、浴びるように見たっていうか、全部を記憶しときたいっていうね。で、後に DVD、あ、ビデオがで、VHS が出るんですけど、2巻、上下巻で。それ高いんですよね、当時1万円クラスですけど、それを買ってですね、大切に保管。何度もテレビを見るんですけど、スクリーンの再現はできてないんですよ。要するに空輪地少年殺人事件の素晴らしさは、闇が映画の中にたくさん出てきて、その闇が全部取れてる。であと音ですね、音の距離感とか、録音技師のドゥールジーっていう素晴らしい録音技師がいるんですけど、彼がやっぱりその音と闇で、その奥行きみたいなものがすごくこのスクリーンの中にちゃんとこう再現されてるっていうのが、やっぱりそれを感じる映画だと思ってたんで、 VHS では真っ暗に何も見えないですよ、音がしてるだけっていう。でただその VHS をすごい大切にしてて、みんなが後に伝説になっていくと、見たいと、人に貸す時は上巻を貸して、帰ってくるまで下巻は貸さないで、貸してすぐにもう1週間も経たないうちに電話して返してくれって言ってたっていう、大体貸すと返さないっていうのがよくあるパターンなんで、もっと言うならば、あんまり人に見てほしくないよねっていうぐらい、こうなんていうかな、愛憎するっていうか、自分だから愛憎にしたい、愛憎版みたいなものにしたいというか、なんかだんだんそういう気持ちになっていくっていうか、だからビデオで見た世代の人たちが、多分闇を本当に見るのはこの機会なんですよね、今回の機会が初めて見ることになる。
やっぱそこがやっぱ見どころでもあるし、とんでもない体験をするんだろうなというふうに思ってますけどね。あり方ですかね。すごく知ったのは何かっていうと、僕はたったその1日だけですよ、映画の現場を見たのは。電子電影っていう、あのアトム電影っていうかね、アトム電影のこの人たちのあり方って、やっぱりエドワード・ヤンがちゃんとこう緊張感を持ってパッと現場にいて、例えば当時チャン・チェンとか子役たちがレールを運んだりするんですよ、移動車のレールとか、あと食事の準備をしたりして、それで撮影するぞって言ったら、みんなそこにバッと集結して、あ、この子たちは、ね、役者だったのって、要するにスタッフも役者もないっていう垣根がなくて、みんなでその一つのものに取り組むっていう姿勢が、こうエドワード・ヤンの頭にあるものをとにかくこう本当にその感触まで含めて再現していく、みんなが分かってやってるっていう空気をやっぱ作ろうとしてる、作れてるかどうかっていうところっていうものが、非常にやっぱり自分の影響を受けてるというか、自分の映画のスタッフにもそういうものがあるかなということが常に気になってるっていうか、僕らの世代はね、クーリンチを見て、だからどっかで伝説化してたくない部分もあるっていうか、自分とだけ向き合ってたんですよ。自分がそのスクリーンとだけ僕は対峙して、あのスクリーンの中の闇と対峙して映画っていうものを見た、体感した。だから他の人となんかそういう話になった時にこう触れるっていうか、他の人の気持ちに、だけど基本は自分だった、自分と向き合ってた映画なんですよね。だからこの映画もそうやって見てほしいなと思うし、なんか伝説の映画だったからって言ってみんなが見に行って、みんながなんかこう、今いろんなところネットとかで感想を言ったりするじゃないですか。そういうことではなく、この映画は絶対見るべき映画だと思った人だけが自分の心の中で対峙してもらえればいい映画だなと。僕は作ってもないんだけど、なんかそんな気持ちに、この映画がすごくなんかこうやっぱ自分の中では、映画史の中でも本当に一二を争うような素晴らしい映画なんで、そういう向き合い方をしてもらいたいなっていうのは思いますね。まあ、僕らの世代だと、そんな分かったようなこと言うなよって、今まではビデオしか見てなかった人たちが、ビデオじゃ分からないんだよって言い続けたことが、今回そうじゃなくなる機会なんでね、本当にこれだけ驚愕する映画はないと思うので、なんかそれを体感した感じっていうものがね、すごくたくさんの人に伝わると、多分ね、亡くなったヤンさんもすごく嬉しいんだろうなというふうに思いますけど。找好你今年男朋友，才怕被人家看到我跟你在一起啊！啊，我们的 Miss 也不是买票的，你知不知道啊？啊！啊！看，这路逃得远远的。为什么要经过？买过啊！如果到头来还不能很勇敢的相信他的话，那救人有什么意思啊？你要相信你的未来。不是你现在唯一的希望。干什么？带着你，带着你。他能帮我们的事，要改变我，我就跟这个世界一样，这个世界是不会变的。